Hey! Good morning! おはようございます今日のバックはまさに Good morning! にふさわしい風景ですよねこの茂みの中ちょっとこう霧もやが満ちている場所に光が差し伸べられ 新たな朝がスタートしたというようなエネルギーを感じさせる風景ですけど聖書の中に「静まって私がお前を愛してやまない神であることを知れ」という神の招きの言葉がありますまあ静まってということはこの静寂の中におられる神が 私たちを静寂へと招いてくださっているまさに沈黙の世界へと神は私たちに心静めて忙しいとは心なくすと書きますから心なくさないために静まって私の沈黙の世界に入っておいでって昔の先人たちは静かな自然界に入っていきましたけど今日私たちはこの朝のデイリーの バックを見ながらそこに吸い込まれていくような気分になりますよね、えー、その中から神は言葉を発してくださる、ね、え光割れと沈黙の中から神は言葉を発しその言葉が人となってこの地上に来てくださったあー主の言葉は私たちの足の灯火道の光だとありますけど今日あなたに贈る神様からの言葉聖書の言葉 この言葉があなたの足の灯し道の光と今日一日になりますように。第二コリント人への手紙、5章の20節です。こういうわけで、私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。 この言葉を聞くときに全世界に出て行って福音を述べ伝えなさいというイエスの言葉とダブってこのパウロの言葉が私に響いてきます。どうでしょうあなたは。あなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。神の和解とはあの十字架の上でんで蘇ってくださったイエスによって私たちは罪許され神と断絶してたものが神とつながることができるまさにこの福音のエッセンス。 イエスご自身が弟子たちに全世界に出て行って福音を伝えろ。これは私たちへの言葉でもあります。パウロはそれをあなた方に願います。神の和解を受け入れなさいと。彼は懇願しているわけですよね。私たちはキリストに代わってあなた方に願いますと言っているわけですから。こういうわけで私たちはキリストの 施設なのですというのはどういう意味かというと今まで言うとあなたは大使です大使館に大使がいますよねアメリカの大使館にはアメリカの大使がいるわけですそして外国に日本の大使館があったら日本の大使がいるわけです神様は聖書の言葉を通してあなたは私の大使なんだと私のアンバサダーなんだと要するにアンバサダーとはその国を その国の知らない人たちに伝える役割を持ってるってことです。私たちは神の国の福音を述べ伝えるために神に使わされた大使なんだって。やばいぜ、ベイベー。ですからあなたは大使なんです。僕も大使なんです。そういう価値観が必要ですよ。そして大使とは自分の国を人々に紹介する役割が与えられてるわけです。神の国 神の恵み、神の荒れみ、神の救い、許しを、ね、キリストに代わって懇願するものなんです。パウルはそのことを自覚していた、だから聖書の中の3分の2近くを、この新約聖書の中の3分の2近くを、彼は聖霊によって書き残しているわけです。まさか彼が、 こういうふうな形で書き残されるとは思っていなかったかもしれないけどその彼のスピリットが私たちに聖書を通して伝わってくるわけですそれは神のスピリットです今日忘れないでください神はあなたを大使として用いたいんです弟子たちに全世界に出ていけとおっしゃったようにパウロは大使として出ていけと言ってるんですキリストに代わって人々に この御国の福音を大使として伝えろって私たちを励ましてんです。やばいぜ。ぜひ今日、精霊に満たされてあなたが行くところあなたも神の大使として御国をその香りをその熱を存在感で言葉で伝えていくそういう器となっていきますように。Have a good、day.